井上正弘です。今日のあつ森はある方とコラボしたいなと思っております。最近インスタライブでもコラボ放送しました。いつまでもヒーローの心を忘れていない、緑のモンスターと申しますが、中村雄一くんです。彼がね、僕の島に来るという形なんで、どんな格好をしているのか、洋服とか気になりますよね。多分僕の予想だとなんかグリーン基調な感じで来るのかなというふうに一応予想はします。ということで中村雄一くんに来るまで時間が進みます。どうも、じゃあ今日はよろしくお願いします。お願いします、中村雄一です。よろしくお願いします。これ緑すぎないかこれなあ、ちょっとあ、ちょっと待って、大事なもの忘れてる。何？オッケー。ちょっと一応聞くけど、なんで緑なの？なんで緑って聞く必要もないでしょ。なんか背景の壁の色も緑だけどさ、今。いや、俺がゼロノスだからって。じゃない、これは何？ゼロノスイメージ？これは。そうだよ。これでもどちらかっていうとさ、これ戦隊のグリーンじゃないかこれ。いやー、ちょっとようこそ、ね、ようこそ我がマゼンタオーダー島へ。なんだその名前。ちょっと私の、これも私もね、仮面ライダーが、あのマゼンタの仮面ライダーだったんで、マゼンタ色の仮面ライダーだったんで、そのマゼンタ基調の色で、全てこう統一している島でございます。あ、そっか、だからあれか、ピンクが多いんだ。ピンクじゃなくてマゼンタ基調ね。マゼンタの系統がピンクで忘れたんだけど、ここ通さないか。ここはね、ちゃんとね、それ分かってくれる人じゃないと通さないか。ここはね、ちょっとね、城下町なんで、とりあえず城下町をいろいろと、まずはちょっと見て回ってくださいよ、ちょっと。なんだよ、それ、細かい設定あるやん。ここはね、マゼンタのね、花をね、ちょっとね、育成してるところなんで。じゃあここ全部走っていい？ダメだね。散らさないで。ここは公園です。じゃあこのゾウさん持って帰ろう。なんダメだよ。もううちの家具なんだろ、ちゃんと。ね、なんか宝物、俺宝物探しに行かない、これ。いや、宝物ってあなた泥棒かい？恐竜、え、ね、恐竜いるじゃん。恐竜はいるよ、そりゃ。もう博物館の前ですから。え、ロケットもある、何これ。これはロケット、置いたんですよ、これ。じゃあ持って帰ろう。いや、だから全部取ろうとしない。なんで取ろうとする。基本持って帰ろうとするんじゃん、マジで。え、これあれじゃん、これツイッターで見たよ、これ見た。あれだ、QR コード。そうだ、よかったらちょっとこれ携帯で読み込んでくんないかな。あ、じゃあ後でやるわ、うん、おしゃれだね、これ。ここは我が城だね、ここは。うわ、期待裏切らねえな。裏切らない。あ、なるほど、期待を裏切らない。裏切らない。なるほどね、そうなの。なんかタランチュラいっぱいいるし、こっちは、ね、こっちは衣装部屋だね。うわ、すげえ、ガロド。そう、これね、実際に雨宮監督がデザインしたこの服なんだよね、これ。すげえ。そう、どう、ここエロいわ。ここ寝室だね、こうやって寝る。うわ、ちょっと一回寝てみようか。うん、エロいわ。まさかさ、うん、一緒に寝る日が来るとは思わなかったよ。うん、嬉しいよ、俺は。じゃあ俺ちょっと降りようかな。もう降りるなよ。じゃあこの部屋飽きたわ。いや、もうすぐ飽きんな、マジで。うん、ここはね、うちの実験室だね。お、すっげえ。うん、ここは実験室。そんな、そう、ここはあれ、いつもチャンネルで撮影するところだから、これ。うわ、すっげえ。ここチャンネル撮影。うわ、ありがとうございました。早いな、飽きるのが。もうちょっとめちゃめちゃ適当じゃん。あ、ここはそう、これちょっと悪い会合をするところね。なんでこのサイン、これ、これは来た有名人の人たちにサイン書いてもらった。これちなみに誰？え、これ、これはね、あれだよ、あの人、あの歌手。覚えてねえじゃん。歌手のさ、ジャスティン。ジャスティン、ジャスティン、ジャスティン。え、外人？そう、ジャスティン。え、何でよ、ジャスティンって。外人だって、外人、あの歌手。いや、それ本当に実在する人。そう、ジャスティン・ビーバー。ジャ
ちょっとね、あれやりたい、QR コードやるから。お、あ、出てきた、出てきた。じゃあ、いいよ、買って。いや、めちゃめちゃね、買いたいんだけどね、ソールドアウトって書いてあるわ。そしたら在庫数1増やしてもらおうか。うわ、この人島に遊びに来させて売る気が。なんか、ゆういちくんもコラボ T シャツ作ろうよ。後ろの文字バックプリントだけちょうだいよ。なんかもうかなり強い T シャツ。あ、かなり強い T シャツ。うわ、あったあった。はい、うわ、これ記念撮っとこう。ダメだよ。あ、写真ね。だって写真ね。ってことでね、まあ、ちょっと、まあつ森に遊びに来てくれたわけだけども、はい、はい、まあ特に別にすることないからさ。特にすることないからさ。かくれんぼとかするか。あ、かくれんぼしよう。かくれんぼするか。うん、じゃあじゃんけんで、口でじゃんけんしよう。今勝った方が隠れるね。あ、オッケー。じゃあ、うん、じゃんけんチョキ。じゃんけん。どういうこと。どういうこと。どういうこと。もう一回ちゃんとやるから。はいはいはい、ちゃんとやるから。うん、いくよ。じゃんけんグー。おい、ふざけんなよ。マジかよ。じゃあもういいよっていうね。あ、いいよ。もういいかい。まだだよ。ダメだよ、あの家の中とかダメだよ。あれだからね、あのかくれんぼして、あの家の中帰るやつ、本当にあの小学校の時にいたと思うけど、ダメだからね。俺がそんなことするわけねえじゃん。ほんと。はい、もういいよ。オッケー、よっしゃ、行くぞ。あ、どこに隠れたんだろうね。探して、俺を探して、まさひろ、俺を探して。なんだそれ、どこだ。早く、まさひろ探して。探してます。ちょ、ヒントちょうだいよ、ヒント。ヒント、うん、なんだろうな。ラブが詰まってる。え、ラブが詰まってる。ラブが詰まってる。うん、ラブってことはハートだよね。うん、ハート。だからハートがたくさんあるところを多分行けってことなのかな。じゃあもう一つヒント出すね。うん、まさひろとの思い出。これは、これで分かんなかったら本当に愛がないわ。え、何、俺が何、その試されてる今。そうそう、やっぱ俺たちもやっぱり愛がやっぱり試される。やっぱかくれんぼだから。愛かくれんぼ。なんだよそれ。どこだ。いや、思い出だよ。うん、ほんとにどこだ。いや、全然わかんない、マジで。どこ行ったんだろう、ほんとにねえ。分かったでしょ。いや、全然わかんない。いや、もう見当もつかない。あ、じゃあ3個目。うん、今日写真を撮った場所。ああ、え、どこだそれ。全然わかんねえ。写真撮ったよ。本当にわかんねえ。おい。まさよ、来た。いや、来たよ。なんで家の中にいるの。もうダメでしょ。ほんと、じゃあ今度そっちにやってよ。わかった。うん、じゃあ出ていくわ。いや、いいよ、そっからでいいよ、スタート。じゃあね。はい、じゃあね。はい、じゃあ、もういいかい。まだガッツーの早いよ。どんだけ早いの。ゆっくり時を待ってほしいんだよね。時を、うん、しょうがないな。じゃあいいですよ、どうぞ。あ、いいの。はい、はーい。どこだろうな。もういいよ。あ、これよし。じゃあとりあえずノーヒントでいくわ。うん、多分ね、王冠が出ちゃってると思うんだよね。なるほどね。うん、結構でかいからね。そう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 。いや、もうなんか、もうなんだろうな、空港とかにいいんじゃないもん。うわ、いないわ。さあ、どうかな、見つけられるかな。
や、そろそろヒント欲しいんじゃないの。あ、じゃあもう一つヒント。ヒント、じゃあ俺はここが思い出の場所かな。わかったわ。マジ？あれだわ、たぬきち商店だわ。え、はい、金のもらったとこじゃないの。いや違う。いや思い出の場所だって。思い出の場所？少ないでしょ思い出の場所。これ用意スタートから、もしかしたらマー君は家の中に入った。いやそのパターンじゃないよ。なんでそのパターンなんだよ。ちゃんと考えて。考えてる。だからあれだよ、多分俺たちが愛の巣でしょ。ああ、まさか通ったね。なんで？もう一回ちゃんと確認しに行こう。あ、なに、まさか家に来ようとしてる？うん。だからなんで家来るのかな。まあいいけど別に確認だけ一応しときな。じゃあどうしたら、うん、確認だけする。写真撮ったところって金のバラか、うん、ここのアイムスしかないでしょ多分。忘れてる。まあまあまあ、ということでね、まあ、今日、まあ、来てくれたわけだけども、まあ、全然なんか最近さ普通にこうリアルで会うことはできないからさ、もう、ね、Zoom とかインスタライブとかさ、もうこんなつもりとかになっちゃってる。確かに俺もそうだわ。そうでも逆になんかこういう時間がすごい楽しく感じる。本当よかったよ。じゃあもう今日来てくれたから、なんかちょっと君が欲しいって言ってたカードここにちょっとまあ3つしかないんだけど。うわマジ用意しといたから、ここに待ってていいよ。またありがとう。いや取れねえじゃん。じゃあお礼にこれあげるよ。何くれんの。でこれ俺がさ帰った後に見て、ああいやもうすげえやつ持ってきた。あ、本当に。うん、だから待って、俺が帰った後に見てね。あ、分かった、ありがとう。うん、じゃあとりあえず帰るわ。うん、いや、ありがとう、なんか、すごい、なんか、ちょっと嬉しいよ。めちゃめちゃ、多分喜ぶ。じゃあ、持ってないやつかもしれない、もしかして。そう、持ってないよ、多分。じゃあ、まあ、なんかコロナが落ち着いたらまた会いましょう。うん、ああ。またねー。ありがとう。じゃあ、帰ります。じゃあねー。バイバーイ。バイ。ゆういちくんが帰りました。最後にこの残された家具、果たして何だったんだろうな。なんか俺の持ってない家具って言ってたから、これが気になりますね。よし、見てみましょう。持ってる。